야매로요 야매로요 아브네요 야베요 야매로요. 레이징그 스마시노 레벨을 하게 숙이쳤다나요. 어...そう 私はこういうのは一点集中型なのよ。その方が強いと思ったのよ。ふん。で、どうなったの？強いんだけどさ、消費 TP が増えて2発しか撃てなくなっちゃった。あっはははははは。ざまー！なんだよ、やめろよ、危ねえよ。命中悪いな。DX 低いんじゃね。方法があるよ。レベルリセット、これだよ。最強。どうなるかって、レベルが1になる。そのまんま。シンプルだよな。だがそんな武骨さがたまらんよな。またレベル上げ直すの？そう。めんどい。まあまあ、ほら俺が PL してやっからさ。ちげえよ。微妙に突っ込みにくいんだよ。そういう相方を困らせるようなのやめろよ。パワーレベリングだよ。俺がレベル高いまま強い敵と戦えば、君はレベル1でも勝てるじゃん。そしたら君は経験値がっぽりだよ。超うめえよ。すぐレベル上がるよ。そっか、じゃあいいかな。それでよろしく。ちょっと待って。そういや、俺もさ、ファイアブラスト曲振りしたんだよね。そしたらさ、強えよ。でも3発しか撃てねえんだよ。あと詠唱時間なんか長くなったわ。あんたよくそれで人のこと笑えたわね。へえ、レベルが上がると詠唱時間が長くなる魔法もあるんだね。じゃあちょっとレベルリセットしてくる。ちょっと待って、聞いてる？俺もスキル振り直したいんだよね。だから先に PL して。ほら君パラディンじゃん。メイン盾でしょ。カバー使って守ってくれればさ、超安全だし。あ、カバーはちゃんとキャンプ中に使っておいてね。そうすればさ、戦闘開始直後からカバー状態なわけよ。敵に先制攻撃されても全然平気。すごいね、さすがだね。パラディンすごいですね。僕を守って。ふざけんじゃないよ。私が先に決まってるでしょ。レディーファーストってやつですよ。レディーって誰が？なんだと？いえ、あ、それではじゃんけんで決めるというのはどうでございましょう。あんた、私がパーしか出せないのを知ってて言ってるんでしょうね。そうだっけ。頑張ればパー以外も出せるでしょう。頑張れよ。なんですぐ諦めるんだ。もっと必死になれよ。頑張れ頑張れ。無理だっての。どうやってもパー以外にならないんだもん。あんたは何でも出せるみたいだからいいけどさ。俺だってグーとチョキ出せるようになるまで血のにじむ特訓したんだぜ。やる前から諦めるなよな。これだから最近の若いやつは。うるさい！あんたとは絶対じゃんけんで勝負しないからね。たく。ところでグーも出せないのに、そのコンボをどうやって持ってんの？そう、なんかくっついてる。Thank you.